放送局の中にある、カフェ行ってみようかなと思います。こんな感じでね、このドリンクメニューも、ね、660円からで、まあ、ランチです。はい、というわけでね、今日はですね、岡山市のね、天神町というね、場所に来てます。この前に RSK の本社があるんですけども、この、今日はね、放送局の中にある、カフェ、行ってみようかなと思います。朝からもうやってるということで、この、モーニングあったり、まあ、ランチ、あって、まあ、そのランチが終わってから、15時から、17時までこのアフターなんかね、ちょっとした軽食的なのが、あります。で、今日はね、このランチをね、いただこうかなと思います。やはりなんだろうな、この天神定食、やはりこの、ね、エリア天神というので天神定食をね、注文しようかなと思います。じゃ早速入っていきましょう。本当にこの RSK のこの天神のね、放送局の中にあって、でもこのすぐ横がね、入り口になってます。で、ここがまあ、この食堂というかカフェの、入り口になります。はい、ちょっとここ入っていきましょう。メニューも、あります。お酒もビールもね、あったりしてます。で、このスイーツをね、660円からであります。ドリンクセット、この店内なんですけども、木が特徴的な感じの雰囲気の、中の店内になってるんですけど、RSK のね、この天神町のこの何ていうんですかね、普通の収録というか、この、まあ、室内となんか似たようなね、雰囲気です。さあ来ました、天神定食です。結構なんかすごい地元の野菜を使ってる感がすごいするんですけども、いいですね。なんか普段取らない、食べないような、ね、懐かしのお味噌汁で具沢山。あ、美味しそう。魚結構ね、なんか栄養バランスを考えたような、そんな定食でございます。ヘルシーですね。それではちょっと早速いただこうかなと思います。かぼちゃ、結構なんかお味噌汁がいい感じでございます。あ、美味しいですね。野菜のね、この旨味がこの詰まったような、こんな味噌汁、うん、トマト、うん、あ、美味しいです。いただきます。そのままね、かぶりつけそうな、いけそうな感じです。うん、しっかり味が染みてます。これが生姜と梅干し、なるほど。これ本当に梅干しの
効果で結構生姜が進むような感じなのと、この生姜でね食べやすい、味になっています。本当に美味しいです。うん、これもいいですね、うん、ちょっと甘みがあって、サラダいただきます。玉ねぎドレッシングですかね、なんか結構いい味してます。うん、というわけでごちそうさまでした。はい、というわけでごちそうさまでした。いう感じで今日はお届けしたわけですけども、本当にこの天神町のこの放送局の建物の中、結構ね木を特徴としてした作りになってます。でこのカフェとかも木をね、特徴とした、作りになって、もうほとんど、まあ、似たような雰囲気ですね。でこの食事定食の方もね、やはりなんだろうな、まあ、山の中のなんかカフェに来たような、まあ、そんな感じのね優しい定食ですね。いろんなおすすめのやつありますので、ね、皆さんぜひ行ってみてください。もちろんこのモーニングあったりしてます。はい、ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。